どうも皆さん、こんばんちは。妙見チャンネルの妙見です。そうして、1月早かったなぁと思っているアノニマスです。はい、というわけで、1月31日最終日です。2020年の令和2年の金曜日ですね。はい。早いね。早いね。もう31日だよ。というわけで、今日は何の日だ、行くぞ。レッツゴー。生命保険の日。生命保険の日。生命保険のトップセールスマンの集いである、あ、これ MDRT 日本会が制定、なんて読むのか分かんないんですいません、教えて詳しい人教えて。1882年の明治15年にのこの日ね、うん、生命保険の受取人第1号がこの日現れた。なるほどね。1月20日に心臓病で急死した経部長、支払えた保険金は1000円、当人が払った保険料は30円。なるほど。次、愛妻家の日。お、日本愛妻家協会が制定した。これまだ語呂合わせだよ。ああ、1月の1を英語の愛にアルファベットの愛に見立てて、愛31でサイの語呂合わせから来てる。ま、奥さんいる人大事にしてあげてね。そうだよな、奥さんいてこそあなたいるんですからね。そしてまた鹿児島です。はい。5つ子誕生の日。5つ子が誕生した日。1976年の昭和51年だね、うん、この日の鹿児島市立病院で日本初の5つ子誕生したんだってよ。じゃあ誕生日いきましょう。はい。スマップ、元スマップって言った方がいいね。もうタレントか。香取慎吾。香取慎吾。ああ、元スマップ、そういう意味でね。なるほどね。そして鈴木宗男。ああ、ムネルマンか。ムネルマン、そう呼ばれてんの。で、政治家ね。うん。この人まだいい。歴史上いきますよ。はい。作曲家フランツ・ペーター・シューベルト。シューベルトか。シューベルト。シューベルト来ちゃいました。そしてこれまたマイナー。テオドール・ホイス。ホイス。何の方？初代の西ドイツ大統領です。ああ、西ドイツの大統領。ドイツが分断された時の西側の方の大統領。あ、ベルリンの壁って言われるものがあった時、ね。そう。第二次大戦の後ね。アニメがフェイトゼロから瓜生龍之介。こいつはなかなかすごいサイコパスだったな。フェイトゼロ見て。もうそれが早えよ。そしてブリーチ、朽木白夜、朽木ルキアのお兄ちゃんね。じゃあ兄弟揃ってさ、あの1月生まれなんだね。そうだね。で、慶音の山中沢子、沢ちゃんだよ。サワちゃんね。はい。来ちゃいましたね。はい。以上、1月31日誕生日おめでとうございます。誕生日の皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。はい。というわけで、もう駆け足でいったね。なかなか駆け足でいったというか、あの一つ、これはっきり言って一発撮りですからね、全部。いや、なかなか駆け足で行ったけども、そうです、ね、とりあえず1月終わりました。次は2月で会いましょう。会いましょう。とりあえず1月やってみてどうだった？あのります。ああ、まあ駆け足ではあったけど、うん、いろいろなこと知れて楽しかったよ。うん。というわけで、まあ2月からもまたこんな感じで、この調子でやっていこうと思っていますので、よろしくお願いします。ではまた明日。Bye, bye, bye.